桐生市の不適切な生活保護費の運用をめぐり問題となった分割支給が少なくとも2003年ごろからすでに行われていたことが新たに明らかになりましたこれはきょう開かれた第三者委員会の会合で市職員による調査チームが明らかにしたものです市では生活保護費をめぐる問題を受け書類や職員への聞き取りなどによる内部調査を 今年2月以降に進め今日その結果を報告しましまたそれによりますと保護費を月ごとの満額支給せず窓口で手渡しによる分割支給を行っていたケースは少なくとも2003年ごろには行われるようになり去年、市が公表するまでのおよそ20年間続いていたということです。また 福祉課内に保管された印鑑の数は1948本に上ることが分かりましたこの印鑑の預かりは1989年頃にはすでに行われていたことも確認され中には受給者の同意を得たとして職員側が自腹で購入したケースもあったということです受給者に 受給者に代わり押印する不適切な行為が続いてきた背景について受給者の利便性向上と職員の負担軽減を図る目的で問題と感じる職員も半数以上いたが先輩職員から処理方法を教えられ代々引き継いできたものと内部調査チームは結論づけています第三者委員会の委員長を務める吉野明弁護士は 本来、公務員は勤勉で、このような規則に外れたことは行わないはずで、事務処理の慣例だけが原因にあったのかを含め、今後、背景について調査したいと述べました。